今までこう芸能界に入ってもう26年目になるのかな、常にこう人のために生きてきたなっていうのが正直なところなんですよ。幼少期とかも、まあ、親がすごい、頼れるタイプっていうわけではなく、小さい時から守ってあげるが口癖だったりとかして、業界に、ね、入ってからもやっぱりこうなんだろうな、山田マリアが、まあ、芸名であり本名であるんですが、こう本名の自分はもうどうなってもいいから、とにかくこう応援してくださる方たち、事務所の、ね、方たち、自分にこうすごいたくさんの、ね、労力をこう費やしてくれてくださる方々にやっぱり恩返しみたいなことで、まあ、いろいろ生きてきた感じがあって、ちょっと母親と弟を養ったりだったりとかしてきたし、結婚してからもやっぱりこう家族を守るっていう、まあ、感じ、まあ、もちろん力を合わせてっていう感じでね、まあ、常に、まあ、一人ぼっちっていうわけではないんですけど、やっと息してる感じ、できた感じですかね。やっぱり我慢してたんだなっていうのは解放された気になりましたね。芸能人としての山田マリアでもなく、こう妻としての山田マリアでもなく、母としての山田マリアでもなく、もうただの山田マリアとしての時間を過ごしてみたいなと思って、なんか自分自身がこうどんな人間であるのかをより深く探ってみたくなったんですよね。自分がどんなことが好きで、どんなことにこう心が躍るのかとか、まあそういうところを突き詰めて、こう人生を豊かに色濃くするための旅っていうんですかね、まあ、限られた時間ではあるけど、1週間の中でこう1日2日はこうラブマイセルフ、自分を知る旅に出たいって思ったんです。ここに来ないとここまで深く呼吸できなかったなって、なんだろうね、やっぱり家にいたらで常にもう座ることってないっていうか、なんかこう常に何かやらなきゃ、あれやっとこうとか、もう時間に追われるというかって感じですよね。みんなそうだと思うんですけど、で仕事に対してとかもそうですよね。でも本当に何にもない時間って本当に贅沢だけど、やっぱ無理してでも作った方が本当にこれだけ気持ちの整理もリフレッシュもパワーチャージもできるんだなって思いましたね。何もしなくていい時間ってあってもいいのかなって、本をまず一冊読みたかったんですよ。こういう時間を持てたことで、自分が大事にしたい思いが考えられたんですよね。やっぱりこう深呼吸することって大事なんだなって思いましたね。